ボニー・ジェイ・ダンバーはアメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。2005年9月に NASA を退職し、その後2010年4月までワシントン州タック空イラにある航空博物館の代表権 CEO を務めた。現在はコンサルタントである。ダンバーは1949年3月3日にワシントン州サニーサイドで生まれた。1967年にサニーサイド高校を 卒業し、1971年にワシントン大学を卒業した。ダンバーは2年間システムアナリストとしてボーイングコンピュータサービスで働き、1973年から1975年までは終始過程の課題としてナトリウム、ベータアルミナ中のイオン拡散に関する機構の研究を行った。1975年には、 客員研究者としてオックスフォードのハーウェル研究所に招かれ研究を行った。彼女の研究テーマは個体気質上での液体の濡れ挙動に関するものであった。イギリスから帰国後はカリフォルニア州ダウニーにあるロックウェルインターナショナルの宇宙部門で研究を行った。この頃の彼女の研究はスペースシャトルの熱保護システムの開発であった。ダンバーは テキサス州ヒューストンのヒューストン大学で博士課程を修了した。博士論文は材料科学と生理学にまたがるもので宇宙飛行シミュレーションが骨の強度や破壊人生に対して与える影響についてであった。この結果はホルモンや代謝の変化と相関があるというものであった。その後ダンバーはヒューストン大学に機械工学の非常勤助手として勤めた。 彼女は自家用の単エンジン機で200時間以上、T-38 の1、バックシートドライバーとして700時間以上、セスノサイテーションの副操縦士として100時間以上の飛行経験を持つ。同僚の宇宙飛行士であるロナルド・セイガと結婚している。ダンバーは1978年にジョンソン宇宙センターでのペイロードオフィサー及びフライトコントローラーとしての仕事を受け入れた。 1979年のスカイラブ計画の待機圏、再突入ミッションでもフライトコントローラーを担当し、ついでスペースシャトルのペイロードの開発に携わった。ダンバーは1981年8月に NASA の宇宙飛行士になり、シャトルのソフトウェアの検査補助やリモートマニピュレータシステムの開発等の仕事等を割り当てられた。 1993年には、ワシントン DC にある、NASA 本部のオフィスオブライフマイケル・オーグラビティ、サイエンシズで副長官補佐になった。1994年2月には、ロシアのスターシティを訪れ、ロシアの宇宙、ステーション・メールに3ヶ月滞在するためのバックアップの訓練を行い、1995年3月に、メールへの長期滞在の資格を認められた。 彼女は5度の宇宙飛行を経験し、1208時間を宇宙で過ごした。1985年の STS-61A、1990年の STS-32、1995年の STS-71 にはミッションスペシャリストとして、1992年の STS-50、1998年の STS-89 には、ベイロードコマンダーとして参加した。ありがとうございます。